茨城県道205号、須賀川大御線茨城県第五町発、県栃木県道、茨城県道205号、須賀川大御線は、栃木県大田原市から茨城県九慈郡第五町に至る一般県道である。栃木県大田原市須賀川から茨城県九慈郡第五町、上岡まで東西に結ぶ延長約 11km の路線、県境の闇沿山地を、 茶の里トンネルで抜ける。1959年10月14日、新たな県道として、栃木県那須郡黒羽根町須賀川を起点とし、茨城県久慈郡醍醐町を終点とする区間を本路線とする県道、須賀川大御線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号205となり、現在に至る。福音、曲線半径。 郊外その他道路の状況により最大積載四トンの普通貨物自動車が通行できない区間。AB 道路の区域決定茨城県法、郊外十月十四日よりハット ABCD、茨城県道路現況調書平成二十六年四月一日現在、県道路線認定茨城県法、郊外十月十四日より、道路区域の変更、道路の共用開始、茨城県法公外 ピアニッシモ46道路区域の変更道路の共用開始茨城県法、第6129号ピアニッシモ34県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法、第637号ピアニッシモ82道路の区域の変更茨城県法、第1923号ピアニッシモ91ありがとうございます